遅くなりました。遅い、もうちょっとで呼びに行くところだったじゃない。スープの仕上げお願い、下味つけるところまでやってあるから。アクアはうなずき、戸棚から調味料を取り出す。そしてレンガ作りのかまどの前に立ち、煮立っている鍋を見下ろした。マリンはテッパキと手を動かし、完成した料理の盛り付けを始める。で、どうしてこんなに遅くなったの？ご主人様がなかなか起きなかったとか？それもあったけど、それだけじゃないっていうか、なになに？もったいぶらないで早く教えなさいよ。言えるわけないじゃん、あんな恥ずかしいこと。テオのパジャマの匂い嗅いでましたなんて絶対に秘密だし、しかもその後勢いで恥ずかしいこと言っちゃったし、最後は噛んだし、ご主人様を支えますなんて気持ちに嘘はないけど、テオに変な子だって思われたよ絶対。私のバカバカバカ。どうもアクタンの顔が赤いような。あ、もしかして。マリンは持っていた皿をテーブルに置いた。もしかしてアクタン、ついにやったのね。やったね。え、何を？何に決まってるでしょ、何に。そうか、アクタンも大人の階段登っちゃったのね。お姉さん感慨深いわ。いや、マリンとは一切血はつながってないけど。でも思った以上に早かったわね。どっちから迫ったの？全然話が見えない、何が言いたいのよ。だから。マリンがこそっとアクアに耳打ちする。バカじゃないの？そんなことするわけないでしょ。大丈夫大丈夫、ちゃんと黙っててあげるから、恥ずかしがることないじゃん。だから違うって、そんなハレンチなことしてないから。ちぇ、違ったか。これはこれは、まあご主人様もアクタンも遅れそうだしね。じゃあなんで遅れたの？いろいろあったの、いろいろ。アクアは先ほどの出来事を思い出す。ああ、もうなんであんなこと言っちゃったかな。私嘘は言ってないけど、テオとは身分が違うんだし、言い方があるじゃない。テオは怒ってないって言ってたけど、あー、やっぱり不安だよ。アクタン、悩むのもいいけど手を動かしてね、鍋の底が焦げちゃうよ。あ、ごめんなさい。アクアは慌てて金属製のレードルを使い、スープをかき混ぜる。そして小皿にスープを取り、味見をした。具に火が通ったみたい、でもまだ味が薄いかも。じゃあ調味料で味を整えておいて、場所はわかるでしょ。うん、任せて。アクアが戸棚に手を伸ばすのを見て、マリンは自身の作業に集中する。そして数分後、よし、前菜は完成ね。先に食堂に持って行ってるわ。アクタンもスープ完成したら持ってきてね。愛しのご主人様が待ってるわよ。もうマリン。怒った怒った、逃げろ。マリンは前菜を乗せたお盆を持ち、台所を出て行った。残されたアクアはスープを仕上げるべく調味料を入れ始めた。何が愛しのご主人様が待ってるわよーよ、そんなんじゃないのに。これはもしかしてあれか、スープの味が変わるやつか。そりゃわざわざメイドになってまで会いに来たわけだし、これすべて胡椒を振りながらやっとったりするのか。なくはないけど。おっと失礼。胡椒を振りながら全部このセリフを話しとったりするんか。だからって一緒にあんなことやこんなことしたりとか、無理無理、そんなの恥ずかしくて絶対に無理。アクアは顔を真っ赤にして体をくねらせる。その間瓶の中身は、鍋に注がれ続けた。でもご主人様の趣味が筋トレだなんて意外だったな。
塩かな、胡椒かな。でもなんか、まあしょっぱくはあるだろうな。甘くはないと思う。塩か胡椒か。辛いのは胡椒。しょっぱいのは塩。どっちだろうな。でもなんか漢字で言えば胡椒なんだけど、塩っぽいよな。でも軽く体に触ってみたけど、すっごくがっちりしてたし、それに私が踏み台から落ちそうになった時もお姫様抱っこしてくれたし、その間調味料は、それに優しかったし、いい匂いもしたし。おう、アクタン、スープできたの？うん。ご主人様喜んでくれるかな。楽しそうなのはいいけど、こぼさないで運んでよ。はーい。さてと、デザートの準備しなきゃ。って、アクタンったら調味料出しっぱなしじゃない。ん？砂糖こんなに減って。もしかして。砂糖かー、くそー。砂糖か、よりにもよって砂糖か。いやー、綺麗に予想が。外れましたね。砂糖はないと思ったんやけどな。テンプレートはやっぱ塩か胡椒じゃん。これ砂糖か。あっねー、初恋の味より甘ー。そういうことか。そういうオチを作るためにか。